はてなはてなはてなって誰だ。ミーはね、僕のミーなんですけど。はい、ということで皆さんこんばんは。お久しぶりです。カズマルクスと申します。名前忘れてませんかね。今日もマリオカート8デラックスの 200cc の方実況を始めていきましょうか。はい、第1レース目はスーファミのレインボーロードということで、第1レース目からエンストでスタートしていきます。で、今日のカスタムはまた変わったカスタムということで、ヘイホーのスカイローラーじゃなくてスケルトンでもなくて、スニーカート、そして、ローラータイヤ紙飛行機ということで、スニーカートとね、ヘイホーの組み合わせはなかなかないんじゃないかなということで、こちらをね、使って 200cc の方無双&、暴走していきたいと思います。高安、それ投げてほしいな、それ投げてほしいな。じゃあここで俺が交換してちょっと前投げて潰しておいて、1位いけんじゃないか、これ1位いける説あるでね。なんでね、ここ1週間ぐらいかな動画投稿できなかったかと言いますと、はい、そうですよ、今日からですね、また新しいねパソコンで動画をね、アップしていこうと思います。はい、でなんでね新しいパソコン出るから、動画出せなかったかというと、これしっかり出ていく。オッケーオッケーオッケー。まあ、トゲさえ来なきゃだな、トゲさえ来なきゃということで、はい、コード類とかすごいんですよ。新しいパソコンに全部ね差し替えなきゃいけないんで、めちゃくちゃごちゃごちゃしてて時間かかったっていうのもあるんですけども、あとね自分使ってるキャプチャーソフトとかの、準備とか動画編集ソフトとかいろいろやることがあったので、まあその感じ、これインつくと落ちるからしっかりジャンプアクション2回決めて、さあ1列目から久しぶりの 200cc なのにもかかわらず無双していくと。無双、うん、まあ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 今トゲ来ちゃうか。はい、そんな感じですね。まあこれからね、本格的にねこの新しいパソコンで、動画の方ね、アップしていきたいと思いますのでね、この、僕のね 200cc うまいと思ってくれましたら、チャンネル登録高評価、コメント、よろしくお願いします。マグノリア、フォトボーイさん、タカヤさん、ハテナさん、本当に誰かな、ジョアさん、ストーンさん、フィッシュさん、ピノさん、コーチさん、最後スウェーデンの方かな、ちょっと読めなかったんですけども、ドーベアの方、そして、対戦の方ね、2レース目こちら大丈夫、マリオサーキットよろしくお願いします。まずはスタートダッシュ、1列目はエンストしてしまったんですけど、これ真ん中取るか、真ん中取ってウルトラ貯めて前出られたか、これコイン使って3枚あーマジかよ、最悪やこれ、アウトの3枚取らなきゃよかったけど、まあこっからね、巻き返し劇見せていきたいと思います。まずはアイテム何が出るかなといったところ、昨日さんか、ここでアイテムめっちゃ落ちてるな、まあ回収しながらいきますね。しっかりここでアイテム割りながら後ろ、うわ後ろから、あ赤ゴラ効いてくれた、これしっかりめっちゃいつく、めっちゃいついてショートカットをぶちかましていくんだけど、後ろから赤ゴラついてきてるな、追尾してきてる、そしてアイテム効果できなかったな、ちょっとずれてしまったけど、あなんか1位出た、いやー俺か、強敵は僕でした。でここで復帰用のキノコ1個、消費しまして、バナナ気をつけてウルトラ解放して、はい、皆さんね新しいパソコンでね今動画撮ってるって、さっき1列目言ったんですけど、音質と画質の方いかがでしょうか、なんかあの不満な点あれば、コメント欄で教えていただけると助かります。これ無理やりウルトラ貯めて、今んとこ結構いいんだけど、これはあえて低い、うわーマジかよ、あなただ、これアイテム前なんだよな、アイテム前でねこれサンダー来てくれればワンチャンあったんだけど、でもな次のアイテムで巻き返し見せていきたい、これしっかりシングル割って結構ついてきてんだよな。ここでキノコ、赤コーラか、赤コーラちょっと弱いな、これ赤コーラ弱いけど、後ろちょっと何もこなせないから、ここはしっかりアイテム回収していきます。でキノコ多分出る、いやーマジかよ、あオッケー、キノコ1個使ってもう1個使って伸びろー、2位まで上がった、2位まで上がった、オッケー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 、ちょっと今半分諦めてた、半分諦めてたんですけど、あキノコ2つあったら 200cc って全然打開できるな、最後の最後にね、まあ、コースによってね走り方っていうのは変わってきますけど、ここの場合はねゴール前にね大きなショートカットあるから、まあ、そこでね一気にね打開逆転できるということで、よかったらね皆さん、使ってみてはいかがでしょうかと。まあ以前からね、動画撮ってるんですけどもテンションが相変わらず高いな。はい、じゃあ第3レース目も、次1位目指していきたいと思います。お疲れ様でした、僕はまだやります。ちょっと待って、で、CMM ってデンマークの方のミーの顔がなんかちょっと怖いんですけどね、なんか申し訳ございません、こんなこと言ってしまって。第3レース目、ようやくね、人数がまた10人以上になったので、動画撮っていきます。200cc の、大丈夫、ミュートシティよろしくお願いします。このコースめちゃ得意だから、頑張って勝っていきたいと思います。ここインついて多分全員抜けるはず。あー、でもな、メリクリスだって、あ、そう、なんかね、自分のスイッチの名前今ね、なんかそんな感じだった。メリカズマルクスみたいな感じの名前だったな、そういや。
はい、そんな感じですね。緑コール当たるね。なんか嫌な予感したんだよな。ということで、ちょっとまた違う話をしようかなと思います。ただいま僕のね、YouTube チャンネルの名前がですね、カズマルクスだった気がする。そんな名前だったと思うんですけど、ちょっと近々ですね、チャンネル分かりやすいようにカズマルクスゲームズみたいなね、チャンネル名に変えようかなと検討しております。はい、まあ、それの方が皆さんもね、ここはゲームチャンネルだって分かりやすいと思いますので、はい、よろしくお願いします。ゼロから始めるボスの中、ゼロから始めるって僕は聞いたことある。そしてこう機能を使いながら、赤さ引いたこれ投げながら、コインもここでしっかり回収して、キスター出たんですけど、まだ使わない。おお、ボム、うん、これ使う、うん、使いどころないから、この先、出し番ばっかりだから。これさ、あれ来てるんだよな、これ。とりあえず危ね、引いといて、さあしっかりで赤コール、あ、トゲ来てるか、これちょっと行ける、あ、陶器避けるって言ったんだ。で、後ろから、パック来てんだよな、これ。結構差ついてるから、これどうだろうな。赤コーラ、これ大丈夫。これでしっかりアイテム回収して、コインをなるべく8枚か。ここでキノコ出るよね、キノコ出るよね。なんで赤コーラなんだよ。いやー、これは厳しいな。ここでショートカット抜きたいんだけど、わー、ダメだ。やばい。これちょっとしくったな。最後これ投げて。いや、抜かされ。オッケー。あ、今、ファイアボール誰か当たってやがった。もうさ、めちゃくちゃだわ、やっぱ。まあ、でも、注意か。ちょっとこれは悔しいな。兵法さん、次頑張っていきましょうね、4レース目。また人数がね、減らないでほしい。このままを維持してほしい。4レース目、こちら。本来動画にはあまりしたくないコース。200cc のエキサイトバイク。そして人数も2人減ってしまったということで、何か見どころ作っていきたいな、これは。よろしくお願いします。キャラクター比率は悪い字が2人の、ロイ様が、2人、ヘイホーが2人。あ、なんかすごい。比率が意外といい感じ。あ、そして後ろなんか待ってるな。後ろから上がるパターンか。なるほど。で、僕はね、アイテムを、おとなしく取りながらコインをね、集めていきたいところなんですけど、ここはショートカットで回して2つアイテム割れる。ナイス。で、ここでコインしっかり回収して、左ジャンプアクションで調整したんですけど、ダート噛んでしまって減速したということで、これ連続ジャンプアクション、3連続ジャンプアクション決めて、ここダッシュ版次あるんで踏まない。ここ踏んだら膨らむから、これ後ろ投げるか。反射怖いんで、前投げたら失敗したんで、これ当たる？反射でワンチャン当たる可能性もある。で、自分にも当たる可能性あるんで、考えて前に投げないといけないところなんですけど、ちょっとコイン集まんねえな、これ 200cc でも難しいんで、このエキサイトバイクで。これ多分ピノさん赤コーラ全部消費したと思うんで。ここでコインを、ここコイン貯め時だ、ここコイン超貯め時なんで、いやー、なんか貯め時なのに全然スルーしちゃってんだよな。これちょっと左から行くか。これ出し場左から行きます。危ねえ。で、ここで1個使いながらショートカットして無理やりウルトラ貯めていく。オッケー。今んとこ2位でいいんだけど、これ赤コーラ持ってる、すぐ使います。いや、これ絶対赤コーラ以外出てほしいんだよな。オッケー。これ後ろからメリクリスさんが、これ実はキノコ使ってスーパーで買わして巻き込まれる、ま、大丈夫。オッケー。あ、空中でトゲ食らった、危なかった。で、待って、久しぶりのマリオカート8デラックス 200cc 実況ですごい大盛り上がりの自分だけ、なんか見とる怖い、まあ、なんか嫌な予感する。危ない、本当に危なかった。もううるせえな、危なかった今の緑コーラ。反射当たってもおかしくなかった。これはね、もう最初に言った通り、結構いい見どころ、作れたんで動画にしたいと思います。いや、危なかったな。最終レースですね。ちょっとなかなか10人集まらないので、9人で、惜しくも。こちら最終レース、土水石ですね。いや、久しぶりだな、このコース走るのもよろしくお願いします。よければ皆さん、1レース目にも言ったんですけども、高評価、コメント、チャンネル登録もよろしくお願いします。特にね、一番してほしいのはコメント。何を打てばいいのかというと、ウポツ1個目お疲れ様とかはもちろんなんですけど、初見さんもお構いなしに、1文字でもいいです。あとかいとかうとか適当にコメント打ってくれ。返信しますのでよろしくお願いします。しっかりこうジャンプアクションできないか。で、ここ真ん中3枚回収しながら、これダブル割るか、ダブルしっかり割っていきたいと思います。で、また人数集まったら動画2本目撮ろうかなと考えているんですけど、どうでしょうかね。ちょっとね、夜遅いからな。でも海外勢がね、比較的多いんですよね、この時間って。国内勢はやっぱね、寝る方が多いので、今の時間帯に。ただいまの日時がですね、12月14日ということで、約1週間ぶりの動画撮影ですね、新しいパソコンで。ドスパラさんのね、ガーリオッケー、しっかりスナイパー当てて、1位踊り出ていく、これは、ドッスン気をつけていけば、あとドッスン、サンダー&トゲ気をつけてれば、多分1位かなと思いますけど。
はい、ドスパラさんのね、ガレリア XF ですね。なんか一番人気のね、ゲーミングパソコンをね、とりあえず選んだんですけど、すごい前のパソコンで比較してね、めちゃくちゃね、サクサク動作、なんか SSD がアップグレードして 512GB だったんですよ。で、そしてあと CPU がね、インテル Core i7 の 9700K だった気がする。はい、いや、これは結構でかいんじゃないか。これで値段が16万4000円ぐらいだった気がする。結構コスパいいんじゃないかなと思いますけど。はい、喋ってても、200cc 無双しちゃうね、このカズマルクス。うまいと思ってくれましたら、コメント、評価、コメントで励まし、そして、高評価をしていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。いや、楽しかったな。今日はね、久しぶりのマリオカートに兵法のね、スニーカートという なんとも言えない可愛らしいね、カスタムで今日は走ってみました。もし面白いと思ってくれましたらね、何か反応を、示していただけると嬉しいです。あとチャンネル登録ね、うまいと思ってくれたらよろしくお願いします。 まだまだねマリオカート実況者ということで無名なので、よろしくお願いします。またリクエストやるかもしれないんでご期待ください。バイバイ、おやすみなさい。